吉田さん、常識は変わり続けます。私が10代の頃デートをした時ってね、やっぱこう割り勘でしたよ。とてもじゃないけどもおごってあげれるぐらいのお金なかったですから。で、相手の女の子もそんなこと100も承知なんで、お互い割り勘で何もなかったですよね。で、20代から30代にかけてはおごれる男とおごれない男っていうのが分かれてきて、ちょっと明暗を分けるわけなんですよね。で、女性の方もちょっと年上の人とお付き合いするようになったりとかして、圧倒的におごられる機会が増えて、おごってくれない男性をちょっとね、物足りなく感じる時期が来るんですよね。で、30代から40代になってくると、まあ私の場合は無理してでもおごってましたんで、まあそれが当たり前だったんですよね。で、まあお付き合いする女性も随分年下になりましたんで、10歳以上年上の男がね、割り勘とかっていうのはなかなか言えないでしょ。やっぱりケチケチって感じがするから、年の差恋愛をしてるとやっぱ男性が払うのはしょうがないかなと思います。で、まあ50を過ぎると当然ですけども、いちいち割り勘とかって男性も女性もちょっと言いにくいですよね。男が払って女がおごってもらう、まあそれでいいのかなと思っちゃいます。こういうふうに常識も年代によってどんどん変わってきますし、今割り勘が当たり前の10代20代の子たちもね、おそらく私みたいな年齢になったら割り勘っていうのは本当になかなか言いづらくなってくるのかなと思っちゃうんですよね。まあそういう形で、常識っていうのは変幻自在アメーバみたいなものかなと思っておりますので、あんまり型にはめなくていいのかなと、常識は移り変わることが常識だということかなと思います。いってらっしゃい。